おはよう。5月18日月曜日。いいなあ、本当にいいなあ。昨日楽しかったな。誰とテニスしても楽しいっていうのは大事やな。上手い人ばっかりでやっても楽しくないし、やっぱり感じがいいやろな。マナーがいいとか笑顔がいいとかな。不平不満愚痴を悪口を言わないとかな、そういう人と巡り合うって大事やな、人生の価値観をね、共有できる仲間、そういう方と出会えるっていうのはね、本当にフェイスブックは夢の架け橋です。僕らし一生懸命できるのもね、ひょっとして僕とっかりね、僕と会う人もまだいてんちゃうかなとね。一緒に楽しくテニスしてくれたり、一緒に魚釣りしてくれたり、一緒に山登ってくれたり、一緒に楽しくバーベキュー食べてくれたりね、そういう人と出会いたいですよね。もう一生懸命やっててもこんな松も食えるかいとか、あったらこうたら自己主張されたらね、楽しくなくなるもんね。一流っていうのはね、人の話を聞くね、超一流は人の話を聞いて工夫するね。三流は人の話を聞かない。四流って知ってますか？四流、人の話を聞いて反抗する。もうこんな一番最悪。もう不平不満愚痴悪口絶対言うたいかんけどな。もう四流つらいわ。超一流はね、人の話を聞いてそれが本当かどうか見極める、これが超一流です。とにかく太陽のように暖かい、海のように広い心を持った方がね、必ずいてるんですよ。そういう人に巡り会いたいね。もういち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 反抗的で逆らう人の話を蹴散らす。何がね幸せなんか、その自己主張、俺ほど偉いもんないと思ってはるんやろうけど、それが一番辛いな。本当につまり世の中生きていく中でね、本当に情けないのはそういう方々やな。不平不満愚痴悪口言うたらあかんけど、もう自己主張の杖のしんどいな。私も一番自己主張強いんだけど、だから私も嫌われてるやろな。もう本当にね、何が必要か、何が大切か、何が重要か絶えず考えて、その一番重要なもんに選択と集中、これに集中していくことが今のこの苦難、大変な不況を乗り越える重要なポイントだと思います。まずコロナに対しては禁煙、そして換気、もうね、窓パーッと開けて換気、そして手洗い。手洗いもね、あんまり消毒してあきませんよ。石鹸だけで十分ですよ。あんまり消毒すると悪玉菌も殺しちゃうからね、善玉菌も。これまた大変なんですよ。だから本当の意味でね、健康とは何とか、少々のばい菌もね、免疫力を上げるんですからね、あまり神経質なのもちょっと問題あるかなと思います。ただまあコロナの場合はちょっと突発性なことが起きるんでね、急に体が悪くなるっていう恐ろしいウイルスみたいですから、舐めてかかったら怖いですね。まあだけど、この信也さんの本、病気にならない本を見てても、ミラクルエンザイメっていうのはね、ハラハラドキドキイライラしたらね、どんどん下がっていくんですよ。ニコニコしててね、明るくて朗らかな人はね、どんどん増えていくんですよ。これがゼロになると死ぬんですよ。だから摘出するって言ったらドーンと落ちるし、抗がん剤打ったらもっと落ちるし、病院が悪いとかそんなんじゃないですよ。その抵抗力ってすごい大事なんですよ。免疫力とか抵抗力落ちるとね、病気になりやすいんですよ。だから病気にならないためにも、ハラハラドキドキする人と会わない、近づかない、イライラする人と近づかない、これが一番大切ですよ。
もうえらい長い話聞いてもうてありがとう。感謝感謝感謝。また明日火曜日よ。